小室前の優勝院霊廟主郎、直学門に天文直学門、外須賀市兵衛、主郎水番社及び井戸動館注門から直学門を望む拝殿優勝院霊廟は、江戸幕府七大将軍、徳川家継の霊廟建築、芝増上寺に造営された。建物は豪華な彩色や彫刻で飾られていたが、1945年、 太平洋戦争の空襲で大部分が消失した。江戸幕府第七代将軍、徳川家継は、聖徳6年4月30日に死去。霊病は、増上寺境内北側に設けられた。霊病の造営は、翌教法2年に完成している。霊病は1930年5月23日、当時の国宝保存法に基づき国宝に指定された。百四十五年、 太平洋戦争の空襲で大部分の建物が消失。イエツグの墓所は1958年に発掘調査が行われた後、改装されており、現在は増上寺愛国土の裏の徳川家墓所に墓堂が建てられている。以下の建造物が国宝保存法に基づく国宝に指定されていた。優勝院霊廟は、増上寺本堂北側の北小玉屋の北半部を占め、 東を正面として営まれていた。所在地は、現在の港区芝公園、東京プリンスホテルの敷地にあたる。霊廟建物群の配置はおおよそ次のようであった。霊廟の入り口には2点門。これをくぐると、左前方に直学門があり、直学門の左右に外透かし塀がある。直学門をくぐり、参道を進むと、右に楼、左に水番車。 その斜め後方に井戸館があった。山道を進んだ正面には中門及び前路、その左右に左右路があり、左右路から発するナイスカシベイがお玉屋を囲む。お玉屋は本殿、僧の間拝殿を一体とした根源づくりである。僧の間の右方に渡り路が接続し、本殿背後には奥院への入り口である仕切り門がある。奥院は二区画に分かれ、 左の区画に優勝院、右の区画に厚志院の宝刀がある。奥院の各区画は柄門及び前路、透かし拝殿、中門、並板べえ、宝刀から構成される。徳川将軍のうち、四代家綱と五代綱吉の霊廟は、上野漢栄寺に、二代秀忠、六代家信及び七代家継の霊廟は、増上寺に営まれたが、 教法の改革を行った八代将軍吉宗は、お玉屋の混流を禁止した。このため、吉宗以後の将軍の霊は既存の霊病に、行使されるようになり、奥院の宝刀のみが新設されるようになった。なお、九代家重、十二代家吉、十四代家持の宝刀は、増上寺、八代吉宗、十代家春、十一代家成、十三代、 イエスサダの宝刀は、寛英寺にあり、15代、吉信の墓は、谷中霊園に隣接する、寛英寺徳川家墓所にある。優勝院宝刀厚志院奥院注文。厚志院宝刀霊廟は1945年3月10日及び、同年5月25日に空襲に遭い、旧国宝指定物件の21棟のうち、2天門と奥院宝刀を除く19棟。 不指定の7棟のうち宝塔を除く6棟、不指定の同床、不指定の同灯籠12基のうち8基、厚新院宝塔の不指定の同灯籠6基のうち2基が消失した。これら消失物件は1949年10月13日の漢方告示で正式に指定解除された。焼け残った二天門及び奥院宝塔、並びに不指定の厚新院宝塔及び 道東牢発揮は1950年の文化財保護法施行後は重要文化財となった。戦災消失を免れた道東牢発揮は現一から移動したため、1957年7月24日付で重要文化財の指定を解除された。同じく戦災消失を免れた奥院法塔と不指定の厚紙新院法湯は墓地の改装に伴い、 1958年5月14日付で重要文化財の指定を解除された。以上により、有償院霊廟関係の重要文化財で指定解除されていないのは2天文のみとなった。徳川家霊廟に埋葬されていた徳川将軍、夫人、側室らの遺骨は1958年に学術調査が実施された後、霧ヶ谷斎場でダビに付され、 増上寺愛国土の裏の増上寺おたまやに改装された。増上寺愛国土の裏の増上寺おたまやには、優勝院法塔厚志新院法塔を含む90要分化財の法塔発揮が移設されている。また、旧踏宮明院霊廟奥院注文が、同墓所入り口の門として転用されている。ありがとうございます。